カミンは低めのボールすくい上げた。打球は伸びていって伸びていって届きました。今シーズンの第1号。まあ、抑えていくことができればということになりますが、亀井の打球はライトへ大きな打球が飛んでいる。亀井の打球が飛び込みました。ホームラン。コーチさんのキャリア終盤のところで、はい、かなりね、はい、おっと亀井の打球はライトに上がった。伸びた。入りました。どうだ、ライトへ亀井の打球スタンドに届くか。届きました。亀井の打球はどうか。もう見送った。スリーボールから亀井ライトへスタンドへツーランホームラン。だ最終戦ですから前半の、ライト方向高く上がった打球伸びていくスタンドに入りました。ここは右中間どうか。伸びていく。これも入りました。ラインより打球は伸びる。入ったか。入りました。いましたって話してましたけどね。ライトに上がったボールは見上げて梶谷そのままスタンドに飛び込みました。中段に入ったホームランところで、投球間隔が短くなってますもんね。ライトへ上がった詰まった当たりですが風はほとんどないんですが入ったですよね。少し高めに浮いてきました。伸びはどうでしょう。センター青木バック、青木バック、青木バック、越えました。入りました。ホームラン続けています。大きな当たりライト雄平バック。入りました。ジャイアンツ今日3本目のホームラン。角野はついた。ライト、ライト入りました。